みなさん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほです。はい、というわけで、今回はですね、みなさんが待ちに待った、ゆきやの公式紹介でーす。イェーイ。フライングタイガーの時にちょっと言っちゃったんですけど、はい。あ、そうだね。言っちゃったんですけど、そうです。イケアに行ってまいりました。はい。ということで、今回はね、イケアで買ったコーディネート紹介をしていくわけですが、はい。本当はね、ネットで買ってもよかったんだけど、まあでもフライングタイガーに行くなら行こうかなと思います。うん、ということで、千葉県の船橋のイケアに行ってまいりました。で、隣のララポートに入ってる、はい、フライングタイガーに行ってきました。まあ車で結構かかるんだけど、はい、でもね、よく行きますね、イケアはね。よく行きます、ね、パパが結構好きだよね、イケアね。パパ好き、パパなんかイケア行くよみたいなねで、結構入場制限してるっていう風に聞いてたから、うん、行きたかったんだけど、ちょっとね、行かないでいたんだよね。はい。なのでネットで買おうかなとかも思ったんだけど、まあ、思い切ってね、フライングタイガー行くならじゃあちょっと見てこようということで寄ってみました。そしたら全然なんか入場制限とかしてなくて、なかったね、スムーズに入れて、そこまで混んでなかった気がします。なんかたまたまだったのかな、そんなに混んでなかったよね。でも土曜日だったんでしょ。土曜日だったけど全然そんな混んでる感じしなかったよね。午後から行ったんですけど、なんかスムーズにね、ね、全然大丈夫でした。道も全然混んでなくなかった。そうだね、そうだね、うん。で、まあでもレジはやっぱり並んでて、っていうか2メートル開けて待たなきゃいけないから、ちゃんとこう並ぶ列が設置されてて、 S 字の並ばずに、そうそうそう、ぐちゃっと並ばないようにちゃんとこう、ね、前との間隔を2メートル開けて並んでくださいっていう風になってます。はいはい、ということでね、行ってきましたので、その時にね、はい、みんなで買ったので紹介していきたいと思います。はい、はい、結構な料理になっちゃったけどね。めっちゃあるよね。うん、たまにもすごいいっぱいあるんですよ。そうなんですよはい、3万超えでしたね、今回は。そうでしたね、はい。まあ主にママが買ったものが多いです、今回は。ママがちょっとキッチン用品とか、うん、一応なんかいろいろイケアで買いたいなって思ってたものが多くて、はい。そうそう、でりみちゃんのね、ランドセル置き場のあの三段、うん、何、あのイケアで人気の、うん、あの三段、三段ワゴン、ワゴン、ちょっと画像あったらここに載せとくんですけど、りみちゃんちょっともう、はい、りみちゃんの学業用品がいっぱいもう積まれちゃってるので名前もあるし、ちょっとそれ今映せないんですけど、ちょっと画像あったら買っときます。色白でね、はい、ワゴン買いましたね、はい。一番上にランドセルがぴったりはまるという。もうりみちゃんはね、下で宿題やるから上に行かないこともしばしばなんです部屋までたどり着けないことが。で、リビングにバーンってランドセル置いとかれるのも嫌なので、こういうワゴンを買って下に置くなら、ちゃんとこういうワゴンで管理してねってことで、はい、ね、りみさん、はい、うんと言っております。今怒られた後でしょげております。はい、じゃあ紹介して、見えるかな、しほちゃん、埋もれてるね。大丈夫です、私ちょっとカメラ見える、カメラちょっと高さ上げます。わー、高さ上げてこういう感じにした方がいいかな。じゃあとりあえず順番に、まあいっぱいあるのでささっといきましょうか。じゃあちょっと荷物これ下ろすね、はい。もうめっちゃ私が見えた、うん。じゃあまずその手元、行きますか。そうだね、まず、うん、この中に入ってるのが、うん、トイレの、あ、そうそうそう、トイレの便器とかをこするブラシを買いました。上と下で一つずつ、はい、うん。これは、うん、ゴミ箱売り場で買ったんですけど。そうなんです、めっちゃ可愛いんですよこれ。あれ、蓋がどっかに入ってるかな、うん。あ、ここにあった、しんちゃん、あったあった、ありがとう、ありましたよ、はい。で、こんな感じで、うん、なんとこれゴミ箱なんですね。これ取っ手もね、付けられるんだよね。取っ手も付いてんだよね。取っ手もこの中に入ってて、うん、ここ取っ手になってて、うん、パカッて開けて、これね、ゴミ箱にするにはちょっともったいないって思っちゃうんですけど、でもゴミ箱なんですよ。で、しほちゃんね、ゴミ箱なんか
前スリーコインズかでなんかで買ったあのスーパーのね袋をこう吊るすタイプだったんですけど、さすがにねお友達とか最近やっぱよく遊びに来たりするのでね、ゴミをちょっとねスーパーの袋にむき出しに入れてるところもちょっと何かなと思ったのでね、ちゃんとしたゴミ箱を置くことにしました。はい、はい、一応りみちゃんが使うならと思ったんですけど、もしりみちゃんが使わないようになればママが使います。はい、ラミリコです。はい、次にこちらの、はい、引き出し三段ボックスなんですけど、はい、これママがで買いました。これね、うち何個かあって、そう、もうね、白袋、そうですよ。で、白は多分今りみちゃんのあのマック、マスキングテープ入れに使ってるよね、りみ。りみの部屋の一番下にあるよね、棚にね。黒は多分あの、ウォークインに入ってるかな。あれ、あれ白だっけ。あ、そうだ、ウォークインにも黒が一個あって、そこにハンカチとかをずっと入れてます。前ね、あのウォークインクローゼット紹介した時にハンカチが入ってたあのボックスみたいなのはこれです。これです、イケアで買いました。でママがあのそのボックスの黒を同じくパソコンの裏に あの学校とかのプリントとかをこう入れとくように使ってるのがあったんですけど、なんかそのまま使ってるから結構なんかこれあれを一応何型紙みたいな感じで、あのボックスなので長年使ってるとちょっとなんかヨレってなっちゃうんですよ。ヨレヨレって、で結構重いものとかも入れちゃったりするんで、めっちゃ揺れてるね。なんかもうボロボロになっちゃったんで、今度ね、しかも黒を使ってたんですけど今度白にしようかなと思って。いいね、机白だし、うん、そう、机が白だったんでね、はい、白にしました。はい、はい、ということで次にね、キッチン用品になります。はい、まず野菜の水を切るやつです。はい、よく小さい時にやるーおーってやった記憶があります。そうで、最近これね、あの昔使ってたやつ捨てちゃったので新しくね買おうと思ってたんですけど、なかなか買う機会がなく、ね、そう、IKEA で買いました。ね、おーってやっぱね、カットサラダを買ってもいいんだけど、あのもうほら切れてるやつ、うん、でもなんかやっぱさ、大きいレタスをさ最近やっぱこうちぎってっていうかさ、食べるとやっぱ美味しいよね。美味しい、やっぱそっちのレタスの方が美味しくない？美味しいということに最近やっぱり思って、これを買ってやっぱこう大きいレタスを食べようかなと思ってます。はい、いいね、鍋ですね。はい、これは IH 対応鍋です。そう、蓋ついてんの、ね、そう、ちゃんと蓋もついてて、でこれなんで買ったかというと、安かった、1000円ちょっとくらい、うん、あの最近しょうちゃんがあのスープダイエットを始めて、あの一番、はい、我が家では大きい、一番大きい鍋で作るんですけど、毎日飲んでるんで、それでもうでっかい鍋が使われちゃうわけじゃ常にそうするとなんかこちょっと不都合が出てきて、大きい鍋を使いたいなと思っても、ああそうだスープ入ってるとか、スープ作んなきゃいけないしってなっちゃうと、お鍋がちょっとね足りないので一個、はい、大きい鍋を買いました。はい、はい、これでねスープ作ってもいいしね。私最近料理するんですよ。あ、そう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 、昨日やけどしたけどね、あれ言わなくていいよね。あ、そっかそっか、はい、続いて箸ですね。はい、箸ももう最近ハゲてきちゃったんで、そうだからハゲないように木のやつにしてみたんだけど、木ってハゲないよね。ハゲないと思うんだけどね。ハゲるか分かんない、まあ、とりあえず使ってみます。はい、ジップロックですね。はい、これはあのグレーとちょっと1個だけ翔ちゃん中開けて、白とグレーのね2種類が入ってるやつなんですよね。ママはこれを2つ買いました。本当になんかいろいろ種類があるんだけどね、あの緑のやつとか。本当に2種類入ってます、見てください。そう、じゃあ1枚ずつ出してください、翔ちゃん。まず白です。そう、白はこれぐらいの大きさ、こんな感じで、これ使いやすいんです、大きさ的にね。で、グレーが、グレー、グレー大きいよ。かそう、グレーはちょっと大きいの、大きいわ、グレー。そう、これね、白と比べるとこんな感じ。この2種類が入ってるやつを2つ買いました。はい、こっちお肉みたいな感じですね。はい、そうですね。で、ちょっと多いお肉を入れるときとか、野菜とかをそこに入れます。はい。いいね、いいね、いいね。ジップロックはね、ほんと最高。IKEAかっこいい。続いては、お皿4枚です。
あ、そうそうそう、お皿を買いました。このね、あのお魚入れたりするのにこの細長い皿がすごく好き で、 でもね、家にある皿がねちょっと欠けちゃってるんだよ、2カ所ぐらい。そう、それがちょっと嫌で、やっぱり欠けてるお皿を使いたくないので、であと2枚しかなかったんだよね。なのでちゃんとしたお皿を4枚ちゃんと買いました。はい、はい、結構お皿にこだわらない家なので、あるものでも何でもいいやって感じだったんですけど、やっぱりちゃんとねお皿をなんか綺麗にした方が美味しく見えるなと思って。最近気づいたね。そうだね、うん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 。私だけ好きなんですよね。他にもお皿買った気がする。これじゃない、黒っぽいやつだよね。ついでにな、あ、これジップロックもう一個。あ、はい、2個目これはこれ。あと黒いお皿を4枚、はい、こちら4枚セットになってて。そうですね、安いよねやっぱね、イケアね。そう、このね黒い皿も最近好きで。そうね、はい、でこれみんなでなんか食べるときにいいかなと思って4枚買いました。最近黒お皿好きだよ ね、 ね、黒お皿好き、ママ好きだね。続いてはこの木のボールです。こちらは普通にサラダ。そうですね、そう、うちサラダボールがねあったんですけど。そう、クリスマスとかによく使う、はい、大きいね。あのその時はガラスだったんだけどね、このボール。ちょっとね、はい、ちょっとね、うん、ちょっとなんです。いいですよ言っても。パパがね、パパがね、うん、ヤドカリのねお家に使っちゃったんだ。そうなんです、しかも勝手にしかももう使わないから使っていいよって言われたんだけど、一回ヤドカリのさお家にしたやつをさまたサラダボールにさ使うなんてさできないでしょ普通てか嫌だよね気持ち的に。なのでもうねサラダ入れには使えないっていういうことで、で新しいね IKEA に行ったら買おうと思ってた。そう、リミが見つけてくれたのね。パパが多分リミにこれママにこれママにって言ったんでしょ、パパが、うん、違うの、リミが自然に、うん、でね前のタイプのガラスもあったんだけど、あったね IKEA に、うん、どっちにしようか迷ったんだけど今回はちょっとね木にしてみました。すごいなんか手前に寄っててねよかったね。はい、次キッチンのドンはいっちゃうね、うん、まだあるかなキッチン。まだあります。そう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 、これです。もうそれこそなんかサラダを食べるお皿がうち揃って4枚なかったのでシンプルなんですけど、はい、こういう形のしました。まあね木のやつもあったんだけどちょっとちっちゃいかなと思って、我が家めっちゃサラダ食べんで。そうなんです。そう、あんまりちっちゃいお皿だとなんかあれかなと思ったんで、なんかっつり大きい、まあ、サラダだけじゃないんだけどね。はい、次とりあえずお皿をね結構買いましたね。次はこちらです。あ、そう、これ包丁です。あの包丁を立てられるものもついてて、そうめっちゃいいんですよね。最近ね包丁をね変えたんだけど何気にちょっと使いづらくてちょっともう一回欲しいなと思って買いました。これちょっと使ってみようと思います、はい、包丁1個しかないのちょっと不便じゃない。そうなの、包丁が1個しかなくて、しほちゃんがお手伝いしてくれて使うとママが使えないというね。そう、今までだからこれ3つも付いてるしいいかなと思って。すごくない、大きさに分けられる、はい、しかもこう入れるね感じのも付いてて、立てられるんですよね、うん、いいね。あと金曜日これもあります。あ、そうですね、これはなんかドラマとかでさ、うん、ポジシーがさってやってるやつ。やってる、そんなことやってないんだけど、これピザってイメージじゃない。ああ、そうかな。お待たせいたしました、うん、あ、それか。あ、でもそこにパンとか置いて食卓に出しても全然いいわからない。パン屋さんにさ、こうなんかサラダとか、うん、パンそうね、プレートみたいな感じでおしゃれな、ね、いろんな使い道が、一応まな板なんだけどね。はい、はい、なんか大きい木のまな板にしようか迷ったんだけど、あんまり大きい、うちね、キッチン狭いからあんまり大きいまな板使うとなんか場所があれかなと思うので、ちょっと小さめにします。今度大きなキッチンがいいね。そうだね、やっぱキッチンは広い方がいいよね、毎日使うしね。もうこれでキッチンは終わりかな。キッチン終わり。あ、また上がりました。まだあった。あー、これね鍋の蓋です。なんかこれね真空になるらしくて、パパがねこれいいんじゃないってめっちゃ大絶賛して、めっちゃご了承して、そう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 、見てよ、これにし、これ買わないのみたいな勢いだったよねめっちゃなん
がね大絶賛してたんで、で最近あの大きな鍋でやっぱスープを作るんですけど、食べきれない時はもう鍋ごと冷蔵庫に入れちゃってるので、その時はラップをしてるんですけど、それをこれに変えたらいいかなと思って、はい、ね、蓋をしちゃうとちょっと厚みがあるから冷蔵庫に入んないんですよ。なのでこれをちょっと使ってみたいと思います、はい、パパもご利用ししたのでね、はい、あリミが買ったやつがありました。リミちゃんがこれをジュース入れて固めるとアイスができる、アイスバーができるやつです。ミルク、牛乳？牛乳はすごい。じゃあね、リミちゃんがね、アイスをね、作って。これ100均塗ってるよね。そう、それ言ったんだけど、でもまあいいんじゃないっていうことで買いました、今回は。はい。はい。もうちの方が色かわいい。黄色とピンク。うん、そう、黄色とピンクで。紫か、でもかわいい。続いてはこちらです。はい、こちらはあのコードレスを、うん、コードレスっていうのコードを見えなくするやつなんですけど、良くないですこれ白で。いいと思います。すごい良くてパパが買いました。はい、ママもこれ欲しいって言って買いました。え、2個あるのこれ。うん、1個あのここにスタンで使おうかなと思って、でパパがもしかしたら入んないかなって言ってたけど、多分入るんじゃないかな、大丈夫だと思うし。うん、はい、こんな感じでね、コードをしまいたいと思います。続いてはこちらです。はい、こちらバスタオルなんですけど、はい、これショーとママしか買ってなくて、リミのパパに聞いたら2人ともいらないと言われましたので2人分でママはね、こうやってみんな揃えて、服ない子の色めっちゃ可愛いと思って、うん、もうバスタオルもだいぶね使い古されたものしかないので、そうなんですよ、買いたいなと思ったんですけど、パパとかいらないとか言って言うので、買うならアンパンマン、アンパンマン、もうその年でアンパンマンかい、おかしくない、アンパンマンのバスタオル欲しいな、じゃあサンタさんに頼もうねマジ同じ、あの多分リミはもう幼稚園の頃からずっと使ってるアンパンマンのバスタオルがもうずっと使ってるから好きなみたいなんですけど、全く同じものはもうあれどこで買ったんだろう、多分しまむらだと思うんだけどね、もうあのデザインで全く同じアンパンマンはないと思います、リミちゃん残念ながら。続いては緑です。はい、これはもうママがちょっとトイレをね、今度きれいに掃除してトイレにこれを置きたいなと思って。ママどんだけ買ったん？4つ4つ。もうすごい。ママの、ママが、ママのお部屋にも置きたいと思います。続いてもう1個あります、はい、こちらです。はい、可愛くないこれ。こちらは、あなたは、うん、これなんかね、なんかアウトレットコーナーっていうところがあって、そこでアウトレットってさ、え、何？一回使われて売ったって意味？いや、違う、なんか安くなってるんだよね、なんかが悪くする、なんか、で、でもね、結構高いんですけど、それでもなんか気に入っちゃってもまあ決してね、安いわけじゃないんですよ。確かに100均とかで売ってる、でもなんか100均にはないなんかちょっと良さがあるかな、ね、100均で前見たけど、ほんと安っぽいじゃん、うん、ねえ、わかる、うん、分かる。だからなんかこれ見た時に、あ、100均じゃないと思って、めっちゃ可愛いね、これ可愛いなと思って、私の部屋に置くこれ、なんでよなんか花瓶に刺してもいいし、逆さまにして吊るしても可愛いかなと思って、こう今ちょうど、でもそういうの流行ってるじゃん今。そうなの？でもまあ考え中です。あつ森にある。次に私が買ったんですけど、これあのライト、それ開けてみようか、どんな感じなのか。開けて。これなんかちっちゃいよね。こんなちっちゃいのにね、ちゃんと入ってんのっていう。おー、すごい。うわ、ちっちゃいね、やっぱりね。細いからか。めっちゃコンパクト。え、でもすごい、すごいよ。すごい数だよ。それ光るの？全部。全部光る。すごい。ということで、1電池入れてきましたので光らせたいと思います。いきます、せーの。おお。あれ全然わかんない。あ、でもこっちの先までちゃんと光ってるじゃん。でもね、すごくないこれ。あ、綺麗綺麗。ちょっと今葉っぱが絡まってすごい
あ、この光かわいい。わかるかな、見えるかな。かわいいね、めっちゃかわいい。皆さん見えるかな、ちょっと写りが。ちょっと葉っぱがくるちょっと葉っぱさん、まあいい、大丈夫、うん、こんな感じで、うん、これでも絡まりやすいからちょっとちゃんとしまわないとあれだね。ね、でもかわいいね。ね、めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。これベッドとかの近くに置いてもかわいいかも。ね、まさかこんなちっちゃい箱にさ入ってると思わないよね。ね、次に麺とか。あ、そうです、それおいしい、おいしい。ラーメン、カレーなんですよ、黄色が。はい、カレーが、カレーを4個買いました。これなんか一つね、171キロカロリーなの。ノンフライ麺で、化学調味料不使用、健康に良さそうなね、カップ麺です。こんな感じの、なんか美味しそうでしょ、これカレーで。もう一個の味が、153キロの、なんだろうこれ、塩とか書いてないんだけど、こんな感じのあっさり麺みたいです。こっち2つしか買ってない。でカレーの方を4個買ってきました。これ食べてみたいってね、パパも言ってたんで。はいはい、カロリーをね低いからダイエット中の我が家にはいいのかなということで。はい、はい、ということで以上と思ったんですけど。以上、忘れてました、これ。あ、包丁研ぎ。そう、うち包丁研ぎ機がなくて買ってみました。いいのかわかんないけど使ってみます。はい、はい、ということで以上です。はい、というわけで今回はね、IKEA に行ってきたので、その購入品紹介をしてみました。ということで、もしね気に入った商品があればぜひ買ってみてください。はい、それではバイバーイ。